こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。海上自衛隊最新型のイージス艦であるマヤ型護衛艦2番艦のハグロが2019年7月に進水式を終え、これにより日本はイージス艦を合計で8隻保有しての領海防衛を進めることになった。合計8隻となった海上自衛隊のイージス艦の内訳は、金剛型が4隻、アタゴ型が2隻、マヤ型が2隻となったわけだが、全艦の収益が完了するのは2021年3月となる見込みだ。これらイージスシステムを実装した護衛艦は、日本のミサイル防衛の中核を担う存在だと言えるが、建造された時期により運用可能な迎撃ミサイルの形式が微妙に異なっている。旧型となったアタゴ型護衛艦の2隻については、日本とアメリカとの共同開発である弾道ミサイル迎撃用の SM-3 ブロック IIA を運用可能にするための改修工事が行われることが決定した。このアタゴ型護衛艦の SM-3 ブロック IIA 運用に対応した改修工事には、約75億円の予算がつけられているが、ややこしいことに、同迎撃ミサイルを当初から搭載するマヤ型とは、若干の違いがある。これはマヤ型とアタゴ型が搭載する SM-3 ブロック IIA 迎撃ミサイルを、完成する機関システムのいわばバージョンの相違であり、マヤ型が最新のものであるのに、比べ、アタゴ型は旧式なためだ。具体的に、ハマヤ型がイージス BMD5.1 という最新のシステム形式であり、アタゴ型はイージス BMD5.0 などの1代前のシステムを使用しながら、同じ SM-3 ブロック IIA 迎撃ミサイルを発射可能としている。今回決定したアタゴ型への改修では、最新型システムと全く同様の完成機能を発揮させることはできず、遠隔迎撃能力と共同交戦能力という2点に対しては、未対応となっている。まず、遠隔迎撃能力であるが、これは英語では、エンゲージオンリモートと呼称される機能であり、次艦の SM-3 ブロック IIA 迎撃ミサイルだけでなく、友軍の他艦のそれをも、完成可能とするものだ。これは、特に SM-3 ブロック IIA 迎撃ミサイルの特性である長射程を、最大限に有効活用するための機能だといえ、同ミサイルによる敵の弾道ミサイルの迎撃範囲を最大化することを、意味している。つまり、この遠隔迎撃能力があれば、日本列島を挟んで日本海太平洋に展開する艦艇に搭載された SM-3 ブロック IIA 迎撃ミサイルを相互に完成することが可能となり、迎撃能力の向上が期待できるのだ。2つ目の共同交戦能力とは、時間だけでなく友軍の航空機や艦艇と敵のミサイルなどの目標をリアルタイムで共有可能とするシステムであり、ことに巡航ミサイルなどの迎撃に有効だとされている。これら SM-3 ブロック IIA 迎撃ミサイルの特性を生かす遠隔迎撃能力と共同交戦能力を、せっかくアタゴ型を改修するにあたり実現できないことは、費用的な問題もあろうが残念というほかにない。イージス艦搭載の SM-3 ブロック IIA 迎撃ミサイルだけでなく、
陸上自衛隊が配備を進める陸上型のイージス・アショアにおいても、共同抗戦能力は付与されず、もともとの弾道ミサイル防衛用途に特化している。これなども導入の前提となった北朝鮮の弾道ミサイルへの対応からすれば仕方のないこととも言えるが、中国やロシアの長射程の巡航ミサイルの脅威の増加を考慮すれば、やはりもったいないと感じられる。つまり、こうした巡航ミサイルへの対処は現状で浜屋型護衛艦の2隻のみに依存することを意味しており、命中率に疑問のありそうな北朝鮮の弾道ミサイルより巡航ミサイルへの対処が急務だとも思える。ただ、もちろん、こうした巡航ミサイルの脅威を防衛省も座して、見守るのみとは考えづらいので、いずれ折を見て、イージス・アショアを含む共同抗戦能力の付与を視野に入れているのだろう。しかし、中国海軍は国産の航空母艦の建造とともにその防空任務を担うであろう。排水量1万2000トンにも及ぶ新型の055型イージス艦の1番艦南昌をついに2019年に配備した。この055型イージス艦南昌の排水量はアメリカ海軍のタイコンデロガ級をもしのぎ、かつての分類で言うならば、巡洋艦に相当する大型の水上艦艇であり、約1万1000キロに及ぶ航続距離を持つと召されている。これは、毎級の052型イージス艦の実に4倍弱にも相当し、中国海軍の太平洋方面への進出の脅威を格段に強めたものだと、警戒せざるを得ないだろう。055型イージス艦南明には艦対地巡航ミサイルである長剣 10A ミサイルの実装が予想され、これはアメリカ軍でいうところのトマホークミサイルに準じたミサイルだと言える。こうした新たな脅威への対応という意味でも、アタゴ型の SM-3 ブロック IIA 迎撃ミサイルへの共同抗戦能力の付与は早期に行うべきであろうと思われてならない。弾道ミサイル、巡航ミサイル防衛にはイージス護衛艦は欠かせない。改修も予算との兼ね合いだが、アタゴをどれだけの性能にするのかが焦点になるだけろう。ミサイル防衛には今後の課題も出てくるだろう。日米ガイドラインではさらなる詳細が決められているはずだが、例えば米イージス艦の一部が保有しているリアルタイムで変化する脅威の評価と味方の個々のイージス艦の能力に対応して味方のイージス艦の配置をアドバイスする MIPS海自発達型立腕システムのような能力を日本防衛に活用するためには、そもそも日本側の政治家を含む交渉当事者が米側の能力を熟知しておく必要があるのではないだろうか。8月27日、弾道ミサイルの飛翔を監視するたった3機しか存在しない偵察機コブラボールが沖縄嘉手納基地に展開していた。米朝首脳会談後の現在も、米軍は日本周辺での弾道ミサイルを警戒しているということかもしれない。まだまだミサイルの脅威はなくなっていない。今後どこから飛んでくるともわからない弾道に備えるために、イージス護衛艦がどれだけ大切かが分かった。